こんにちは、わたわたペットです。今日は羊毛フェルト作品のふわふわのポメラニアンの毛がペタンコになってしまった作品を綺麗にふわふわに戻す方法をお教えしたいと思います。用意する道具はキリと極細の歯ブラシ、ハサミ、ニードル針、縫い針でも大丈夫です。では早速手入れをしていきます。ペタンとなってしまった作品の毛をこの歯ブラシで上から、作品の上の部分から歯ブラシの先を使ってどんどん毛に空気を入れるように立ち上げていきます。思い切って優しく引っ掛けて、どんどんこんな風に毛の流れに逆らうように立ち上げていってください。全身ですね、お尻も全身。こんな風にボッサボサに立ち上がりました。そしたら歯ブラシの先に毛がつくので、これを取って次に形を整えます。触って曲がってしまった足なんかをワイヤーが入ってると思いますので、しっかりディスプレイする形に整えてください。そしてお耳ですけど、お耳はピンと立ってる方が可愛いので、この時キリの先で引っ掛けてキュッと持ち上げるようにしてください。怖がらなくて大丈夫だと思います。しっかりできてますので、このように立ち上げてください。形が整ったら次に先ほどの歯ブラシで作品の上から下に向かって毛を立ち上げていきましたが、今度は下から毛の流れに沿って軽く整えていってください。あまり力を入れてしまうと、せっかくふわふわにしたのがまたペタンコになってしまうので、優しく表面を撫でるように、ここを見ていてもらうと変わりやすいと思います。こういうふうに、もう本当にせっかく毛の間に空気が入っているので、それを潰さないように表面だけ、時々こう毛先についた毛を取りながらこのようにしてください。毛が取れてしまいますけど、もう作品自体結構たくさん植毛してある作品だと思うので、気にしないでいいと思います。尻の方もですね、こうやって整えてあげてください。白のところも。そしたら仕上げに針で細かいところをですね、耳のところとか、この時前足を持って作品を持ち上げて浮かした感じでこう整えていくといいと思います。そしたらこんな風にところどころバサッバサッと出てくるので、これをハサミで引っ張って抜くのじゃなくて、ハサミでカットしてあげてください。はい、これでふわふわのポメラニアンちゃんに戻りました。羊毛フェルト作品は本来は観賞用ですので、その性質上触らないのが一番長持ちしますが、やっぱりどうしても触ってしまって毛がペタンコになってしまったら、このような作業をして毛をふわふわに戻してあげてください。